演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃ、業務スーパーのメイトーのもっちりクレープに、こちらにあるいろんなものを巻いて食べていきたいと思います。こちらニシンの旨味にキャベツ炒めとフライドチキンとコロッケ、あとちょっと甘いだと同じく業務スーパーで出たチーズ、これ2種類ですね。こちらポルチーニだけ入りで、こちらオリーブ入り、なぜかプレーンだけ売り切れてるっていうね。プレーン基準ならプレーンがわからないと何とも言えないのですが、で、あとチョコ甘いものも欲しいので、チョコレートのベースバーもいきます。いろいろありますね。さて、どういう風に食べていこうかな。はい、まあ、あれクレープなのに甘いの少ないですねと思われた方もいるかもしれませんね。まあ、甘いの果物とかもクリームとかもやってもいいかなと思うんですけど、多分これ1回で使い切れないので残って処理に困るんですよね。なので今回はそういうのは用意しませんでした。そういうところ難しいですよね。では早速食べていきましょう。その前に巻かないとね。まずはキャベツ。はい、巻き終わりました。では食べていきたいと思います。いただきます。クレープはもっちり美味しい。で、それを前提としてニシンの旨には旨味が広がる。フライチキンとコロッケはサクサク、チーズは濃厚、口の中に広がる。で、チョコレートはこれもまたしっかり濃厚でザクッとしてるのもまたいい。まずこのもっちりクレープについてですが、名前の通り本当にもちっとした食感が薄めなのにちゃんとあって、味自体は そこまでついていないので何にでも合いそうです。裏面にも甘いのもトッピングしてとか書いてありますね。やっぱりあれは良かったかな。クリームとかフルーツとか、まあ、言わされても始まりませんけどね。というわけでもちもちでとっても美味しかったので、こちらはこれじゃない、この点数とさせていただきます。で、それをベースとなるこれを踏まえた上で、あと食べたものですが、あのキャベツをやると字が下になってしまうので、ちょっと控えるとして、チーズの方は、そんなにおうちにだけはオリーブの香りがするって感じではなかったですね。プレーンを食べていないので何とも言いませんが、あまりやっぱりチーズの風味がかなり強くて、オリーブやコルチーニだけはどこにあるんだろうっていうような感じで、吸わさなければいけないのはちょっと残念でしたね。なので、これについては、チーズについては、2つともこちらの点数とさせていただきます。まあ、今回はあくまでクレープがメインなので、これらについては簡単に説明していきますね。で、ニシンの旨味についてです。こちらは噛んだ瞬間に、お醤油の甘辛さとニシンの旨味が本当に口の中に広がってきましたね。こうした煮魚、美味しいです。自分でも作れるようになりたいですね、と思える商品です。ただ、ニシンって、そんな簡単に売ってるのかな？いや、買えるんでしょうけど。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。そしてここにある4種のチョコレート、これらはざっくり系なのかなと思って、結構しっとりねっとり系で、口に入れた瞬間にザクッといくのではなく、ニューッと入っていって、チョコレートの甘さとそれぞれのフレーバーの香りが口の中に広がってきましたね。特にこのオレンジは柑橘の酸味がしっかり広がってきて美味しかったですし、このカカオの方もカカオの香ばしさを感じたことができました。ココナッツはちょっと地味だったかな。もうちょっと主張してもらったの。アーモンドの方は結構香ばしさがありましたね。というわけで、これらのチョコレートバーにつきましては、これも一括でこちらの点数とさせていただきます。というわけで、いろんなものを巻けるクレープ、自分で作るといい。本当に具材もいいに選べるのがいいですね。主食系のクレープも美味しいですよね。また食べていきたいです。夏なのに秋雨が降るかな、お盆入り。お盆の日に雨が降ったらご先祖様が神秘的な雰囲気になりそうですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。